んたのことだ。多少大きくなったぐらいで何にも悪くない部下を切り殺したりなんかしないよな。ワインだと。どうして任務中に酒がいる。兵長、これは憲兵の連中しか飲めなかったマーレさんの貴重なやつなんですよ。少しくらい楽しみがないと。紅茶があるだろう。兵長、めんどくせえな。いいだろう、持っていけ。くっ、ジークの脊髄液がワインに。いつから仕込まれていやがった。体が硬直する予兆はなかった。嘘だってから。くそ、はい、動きが普通じゃねえ。これもジークの仕業か。バリス、まだそこにいるのか。決別だ。お互いを信じることができなかった。全世界の勢力がもうじきこの島に集結してしまう。それがどういうことか分かっていない。自分たちには力がある、時間がある、選択肢がある。そう勘違いしてしまったことが。リヴァイ、ちゃんと場所と時間を覚えているんだろうな、エレン。行け！なんだよ、もうまたかよ！私が引きまったんだ。俺から逃げられるって。部下を巨人にしたからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。ずらてめえ、くせえし汚ねえしブサイクじゃねえか、クソが。まあ殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。